ダルムシュタットにあるオイラーの記念碑1912年のオイラーの航空機のシルエットを描いたドイツの記念って。アウグスト・オイラーはドイツの航空の先駆者である。後にドイツ航空分野の役人を務めたドイツ最初の航空機工場を創立しドイツ最初のパイロットライセンスを取得したエルデに生まれた有名な数学者レオンハルト・オイラーを先祖に持ち ハンス・フォン・オイラー・ケルピン、ウルフ・スファン・テフォン、オイラーなどの学者の一族である。1908年に、ダルムシュタットに、ドイツ最初の飛行機会社、オイラー航空機械工業を設立し、フランスのボアザン機を組み立てた。同じ年に、ダルムシュタット近郊のグリースハイム演習場に、ドイツ最初の飛行場を作り、飛行訓練を行った。1910年にテストパイロットとして認められ、 1911年に設けられたドイツのパイロットライセンスの第1号が与えられた。1911年に工場をフランクフルトアムマインに移した。1912年にフランクフルトに航空を開き飛行学校を作った。1912年6月10日、オイラーの提案でフランクフルトからダルムシタット間でドイツで 最初の公式郵便飛行が行われた。第一次世界大戦が始まると、オイラー航空機械工業は、ライセンス生産や航空機の修理を行い、自主開発も行ったが大きな成功は得られなかった。戦後は、帝国民間航空局の局長を務めたが、1922年に退職した。ありがとうございます。